山内長と山内長とから1931年11月7日は日本の陸軍軍人、政治家、家族。最終階級は陸軍中将、貴族院議員、男爵、本籍神奈川県、江戸で幕臣の家に生まれる。明治5年2月14日、陸軍中尉に任官。1889年11月、陸軍主管学校次長となり。 1890年8月、陸軍幼年学校長に就任。1892年12月、陸軍省大臣官房長心得となり、1893年8月、陸軍省高級副官に就任。同年11月、不評大佐に昇進し、日清戦争に対応した。1897年7月、大臣官房人事課長となり、同年9月、 陸軍少将に進級し不評第18旅団長に就任。1899年2月、憲兵司令官に就任し、1902年9月、休職した。1904年2月、留ス子の絵不評、第2旅団長として復帰し日露戦争を迎えている。1905年2月、陸軍中将に進み、翌年4月に休職した。 1907年3月2日、予備役に編入され、同年9月21日、その功績により、男爵の爵位を受釈し家族となった。1913年4月1日、交尾役となる。1911年7月から1929年2月まで、貴族院議員に在任し、厚生会に所属して活動した。ありがとうございます。